というわけでね、本日はですね、また先週に引き続いて、ゲストを来てくださってます。この池江島でギリシャ料理屋さんをやっているパメラ・アンさんです。こんにちは、よろしくお願いします。どうもこんにちは。そして今日はね、紹介してくださったということで、ニルトスもまた最近よく見るよね。ここで毎日見ますよ。見てますよ。というわけで、こんにちは。ね、どうもこんにちは。今日じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。というわけで今日まあね、パメラさんはね、その後どんなようなどんな流れ変だけどさ、なんでね、ちょっと不思議に思うのはね、このアメリカのカリフォルニアでね育った人が、沖縄、日本の沖縄でアメリカの料理屋さんをやるというなら分かります。だけどなぜかこれをリルグリークキッチンという、はい、リトルグリークキッチンというね、はい、お店はグリークっていうのはギリシャのことですよね。本当はギリシャ住みに行きたくて、23歳なんで分かんないけど日本住みに行きました。23歳でなんで日本に来ちゃったのよ。何年なんでなぜ、まあ、そういうチャンスが来て、ギリシャって向こうじゃんね。そうです。全然逆じゃんね。そうなんで分かんないけど、そういうチャンス、ネイルアートってだってこういう爪に、ね、マニキュア、ペディキュア、ネイルアート、あら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 。で、静岡で何件持ってて、スクールも持ってて、そうです。で、パメラさん、5人のお子さんがいる日本料理屋さんもね。ちょっとね。あれ、でもそれまでに日本、あ、そうか、静岡にいたからね。そうか。いやもう不思議な流れだよね。そうですね。でも何カリフォルニア1年間戻ったじゃないですか。そう、2年間。はい。これ何、何がいいの。一応帰ろうと思ったけど、そういう感じ。お、それ中国産なんじゃない。おかしいだろ、絶対。そう。はい。Thank you. はい、どうぞ。